えー、こんにちは、ジャンゴです。今回は、えー、ュ o 将棋ね、やっていこうと思います。ということでね、行ってみましょう。よろしくお願いします。おい。さて。えー、っとね、どうしようかな。まあ、こっちから行きますか。えー、っと、相手は銀を動かしてきた。えー、っとね、どうしようかな。じゃあ、 ちょっとあれか向かい合わせにしてみようかでえ相手はそこから来るおっとどうしようかなこれ一回いやああんま意味ないか一旦王様動かすかな まあこれはちょっと合わせておくか相手も王様動かしてきたさてさてそうだなどうしようかな。 こっち動かしてみるか。真ん中つついてくる。ちょっと合わせておくか。銀が出てきた。こっちもじゃあちょっと銀使っていってみるか。ん角が出てくる。これはね、ちょっと取られたくないか。こっちに、うん、守って塞いでおきましょうか。 銀が出てくる。あーまあ、ま、一応こっちから、そこをつつかれると、ちょっとやか。ま、あでもこれ取り返すと銀で取られちゃうから、むしろこういう感じにして、取ったら金で取る感じでいってみるか。あれ <laughs> それでまずいか。 それまずいねあ失敗したあーまあでも角はあれかケイちゃんで守れてんだから一旦これ横に避けるかあれあーいやいやいや一旦これバックするか えー、銀が来るこれはでも取るよなああ取れないか角が来るのかなんてやつだ角が来るのかじゃあそれこそこっちに避けるか取ってきた。 あれ、えー、どうしよう。これ、あこっちで取ると角が突っ込んでくる。うんど、どうするべきだ角が突っ込んでくると、それ王手になっちゃうんだよね。それは嫌か。あれ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 。えー、どうするか。 むしろ、ポー、トビさんで取ると、えー、相手ももしかしたら交換してくるかもしれない。そうすると、金が銀に当たって、銀が避ける。いや。嫌だね。<laughs> あれどうしようこれ、銀、避けるしかないむしろ。後ろバック。まあでも、角塞いじゃうのもあんま良くない気がするな。 いやー分からん。<laughs> いやこれどうする交換して。えー、いやーこれは取るって。 しかない。いや、取ると、だから、王手になるんだよな。角が突っ込んできて王手になるのは嫌だよな。いや、かわすか。かわす。あ、バック。んあー、でも、角突っ込んでくるか。えっ、ー、とね、ちょっと待って。 取る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 いやまあただでやるよりは銀取るかでトビさんで取られる相手の角がどうそうだなあええあーでも金持ってるのか相手。 いや、角突っ込んでくるのを防ぐだけなら、角突っ込んでくるのを防ぐなら、一旦ここかいやー、あーでも金、そこに入ってくるのか。あ角が動けねえ。<laughs> 角が動けねえ。まずい。 あれ角が動けないねえー、そっかこれは困ったな、まあ、これはしょうがないとる。 ええと、ちょっと待って、相手は角が2本あるのか。そうだね。今ので取られたやつ即活用してきた。うげっ <laughs> ええ。そうか。これ、 ここにしか置けないもんな。塞ぐ仮に、えー、取る。銀で取る角で取る系で取る。とびさん突っ込んでくるん。ちょっと待って。1。1 2。3。4。5うんこれで塞ぐくらいか？取る！ あれ、えー、でもちょっと待ってそうかどどれで取るこっちかいやこっうん順番が分からんまあ、こっちか,っ <laughs> か、まあ,ちかあ今の違ったかもしれん ああ、そうか。<laughs> こうか。ただ、これは。ん違うよ。よく見たら、そっか、角はダブルか。<laughs> 角2枚あるか。 おっとあれ角2枚とあ足りないのかこれ取る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 あまずいあ足りないのかあしまった相手の初めからいる角を無視 <laughs> 無視してたというか気づいてなかったというかあこれまずいね あれえー、どうしよう。ちょい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 。あれえー、ちょっと待って。取る。ん取る。取る。えー、ちょっと待った。ダメそう。<laughs> あれこれダメそうだいっそ今取り合うしかないかトビさん。取る取る。あーでもそうか。取られた瞬間が O っていうかまた。うわーなんだこれ。あれまずいね。 んいやしゃあないか取る取るえー、いや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 あーいやこっち取るしかないかそしたら。 いやでもそうするとね、ここ取られたときに。あ、まあ、こっちの銀バックするあ、違う。そっちの銀バックすると、この銀を守ってるものが何もないのか。角でやられちゃうね。えー、ダメじゃん。ああ、だから。 一応交換にするんだったら今取るしかないんだよねやっぱりそうなるとただトビさん取られてそこで続かないかちょっとでもしょうがねえな取るかあそっかそっちで来るあーそうかそうかそれで大手になるから 嫌だね。そっかそっかそっか。角が、痛い。痛いね。ええー。これ逃げるしかないか。で、そこ取られて、ちょっと一旦反撃する振りを。<laughs> えーっと、ま、あここしかないか。 ちょっと反撃のふりをして <laughs> それでダメか <laughs>。なんてやつだ <laughs>。なんてやつだ <laughs>。これは桂馬の方で取られてあんまりか。 うん、<laughs> えー、このつのやだねそのつのやだね いやしょうがないこれはどうにもならんかもしれんがグッうんあれああそっかもう一枚角いるじゃん <laughs> これはダメですね <laughs>。はい。ええー、ということで、まあ、今回はやられちゃいましたね。角2枚にきついななんでああなっちゃったんだ。そこが、破られちゃって、いっぺんにダメになった感じか。 そう。えー、ここのね、なんだ、7の7のところを守るときに、相手の初期の角もずっとね、えー、こっちを睨んでるのを、見落としてたという感じか。ちょっと待って、ここの赤い三角から確認するか。あー、まあ、これはね、結局もうどうにもならなくなってからだから、あんまり意味ないかなまあ、そっち逃げなさいって言ってるけど、結局、 結局これはもうこの時点でどうにもならんからちょっとあんまりいじってもしょうがないような気がするなまあちょっと相手の手だからしょうがないけどああこれはおそらくもう取る手があるよっていう話をしたかったんだろうねああそうだね実戦と同じ感じで取られちゃうよっていう 感じだからまあ桂馬を守る意味がないという話か。はい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 。でこれも、えー、銀避けておきなさいよとでもこれ角で取られるでしょ。あでもそうか角と角ダブってるからまあ片方しかまあでも結局あれだな。<laughs> 自利品だよな。これはちょっともうどうにもならなそうだね。 はい、えー。ということで、まあ、ちょっとね、悪くなる前の最初の、えー、オレンジの三角から見ていきますか。この避けたやつか。ここから一旦避けたんだけど、その後ポー突っ込まれたから、ここどうすればよかったかっていうと、あー。いやでもこれ銀で取るでしょあ、取らないんだ。あれ、銀で取ったら金で取り返すしかなくて、トビさん突っ込んでくるってことじゃなかったのかな。 まあでも取らないのであれば角出ていって、えー、ポでつついて金で取ると。なるほど。これだったらまだわからんね。確かに。それちょっと嫌か。ああ、でも銀を守るために金をくっつけて、まあ、ただそこで、えー、銀と桂馬が、えー、取り合って、で、王様が逃げていくと。で、また銀が突っ込んでくる。これは あ逃げるで角が突っ込んできて金で取って銀で取られるうんーこれは角ゲットしたけど金銀相手が持ってるあーでもそうか銀はそもそもケイちゃんと交換だからまあ角と金まあただあれだな風穴が開いてるからちょっとこれは嫌かなという感じもするなまあ実戦よりマシなんだけどねでもう1 ここ、えーオ,レンえー、オレンジのね三角ついてるのはこれあれかちょっと守ろうと思ってラインをずらしたんだけど王様逃げてる方がいいよって言ってるね。でそこは取って角で取られるまあ王様逃げといたから王手にはならないけどただその後どうするよっていう。 ああ、そうか。銀でアタックされて、トビさん回避して、まあ、ただ、ツと銀が繋がってるから、ちょっと嫌だね。で、相手王様動いてから銀で、えー、っと、トビさんつつく。うーん、そうか。ああ、で、そうね、裏返ってきましたね。裏返ってきたら、あーでもト、トビさん取りながら裏返って、 相手も裏返す。まあ、ただそうか、これは取ると取られて、えぇ、ー、えー、お互いにあれか、手札に来たね、トビさん。ただ、相手は馬が、えー、無傷でできてて、ま、あこっちは銀を裏返してるけど、えー、取ろうと思えばね、桂馬で取れるような位置だから、どうなのかなというところですね。あんまりいい気しないけどね。 ま、あそもそもこの時点でもうすでに悪いような感じだけど、この前がね、特に赤い三角、オレンジの三角ついてるわけじゃないんだけど、ええ、あ、でもここは推奨ってボタンが押せるから押すか、そっちか。あ、でも角をね、守った手が疑問って言ってるのか、 いやでもね、ちょっと角がね、折り合う展開、そうだよね、角を折り合う展開が、あんまり好きじゃないっていうところがね、<laughs> あの <laughs>、あるからね。まあ、ただあれか、こっちの方が先に相手の陣地の隙間をつける、で馬を作れるからやれるよとか、そういう感じか。 へえ、そうですか。なるほど。ですね、5の3。こっちでいう5の7のところが、えー、相手は空いてるけど、こっちは一応銀で埋まってるから、ということなのか。交換しても怖くないよと。そんな感じか。うーん。 まあでもちょっとあれだね。あのー、角の前面からね、あのー、攻め込まれてちょっとまずかったなという感じですかね。はい。えーということで、まあ今回はね、これで終わりにしようと思います。ありがとうございました。いよいし